金に向けてまだまだ準備が山積みですね。離島をよく訪れる商会の役員も招いた方がいいでしょうか。ええ、少なくとも招待状を送る必要はあるかと。ん？ああ、あなたでしたか、シャ奉行様。わざわざ勘定奉行へお越しいただいたということは、何か重要な用事でも？いえ、ちょうど式の話をしていたようですね。今日はそのことで来たんです。神里家を代表してお祝いに参りました。現在柊木千里様のご都合はいかがでしょう。お嬢様なら客人の応対中です。いつ終わるかは分かりかねますが。神里様、それに使用人の方々もどうぞ中でお待ちください。お茶。オイラたちは使用人なんかじゃないぞ。おっと、このお二人は私の友人です。イヒヒ、そんなに気を使わなくてもいいんだぞ。あなた方のお手を煩わせるつもりはありません。私たちは近くを散歩でもしていましょう。大事な式の準備を邪魔してしまい申し訳ございません。とんでもございません。柊木家の刑事はいつもお手伝いをさせていただいている私たちにとっても喜ばしい出来事。このように忙しくしているのも盛大で賑やかな式を挙げたいと望んでいるからです。時期が来れば家族だけでなく一般の方々にも公表し、皆が参加できるようにします。ええ、素晴らしい心がけです。では私たちはこれで失礼させていただきます。はい、お気をつけて。なんかいろいろと話した割には内容が空っぽだった気がするな。これだから私は社交辞令や世辞が嫌いなんです。都合が悪いのであれば仕方ありません。ここへ来る途中屋台を見つけたので、そこで時間を潰しましょう。そこの亭主はいつも斬新な発想を思いつくので、私もよく通わせていただいているんです。先ほどはどこまで話しましたっけ。はい、その辺は私どもにお任せください。それは頼もしい。では先ほどはどはいその辺は私それは頼もしい先ほどはどこまで話しましたっけ。ああ、招待状の件でしたね。はい、その辺は私どもにお任せください。彼らとは普段から頻繁に文でやり取りをしているので。それは頼もしい。ではお任せします。またあったね、君たち。毎回とんでもない大物を連れてるね。おや、こちらの店主ともお知り合いなのですか。おう、前に稲妻城で将軍様と友樹のところで団子牛乳を飲んだんだ。なるほど、推薦したのはあなたたちでしたか。団子牛乳の話は耳にしていましたが、まさかあなたたちが絡んでいたとは思いませんでした。私も普段彼の屋台の前を通るたびに珍しい飲み物を買っては試しているんです。ちょうど離島で屋台をやっているのを目にしたので立ち寄ってみようと思ったのです。神里様たちのおかげで商売もようやく軌道に乗り、僕の創作料理を食べてみたいという人も増えてきました。そして何よりこの調子で創作料理の道を突き進んでもいいのだと自信を持てるようになったんです。より多くの人に僕の料理を食べてもらいたい、お客さんに創作の楽しさを感じてほしいと今はただただそう思っています。今回もいろいろと悩んだ末に新しい飲み物の発売に踏み切りました。それは興味深い。どんな飲み物でしょう。お客さんに選択を委ねるんです。自由に食材を選んでいただき、それを
牛乳やお茶に入れて飲み物を作ります。団子だけでなく餅、紅芋団子、黒糖、夕暮れの実など豊富に取り揃えています。それ全部牛乳に入れて大丈夫なものなのか、想像がつかないけど意外と美味しかったりして。ここに置いていない食材も選んでいいのでしょうか。それはそうですね、問題ありません。もし何かいい食材を思いつきましたらぜひ申し付けてください。もともとはお客さんに自由な発想を与えたいと考えてのことです。僕が用意した食材に固執する必要はありません。それはよかった。ちょうど気になる食材がありまして、スミレウリ、海藻、それから海類種なのですが。そんなの牛乳に入れるのかよ。そうですが、何かいけなかったでしょうか。いやいや、それで美味しくなるのか。大切なのは過程であって、味は二の次。いかがです、旅人。そのような何の変哲もない注文でいいのですか。では団子牛乳を2杯、スミレウリ入り牛乳を1杯お願いします。かしこまりました。すぐに用意しますので少々お待ちを。さあどうぞお召し上がりください。慣れてくると団子牛乳って意外と美味しく感じるんだな。お前のスミレウリ入り牛乳はどうだ。食感が実に印象的です。なかなか悪くないと思いますよ。思ったより満足してるんだな。オイラは他にもっといい食材があったような気がしたけど。味を気にしているのですか。当たり前だぞ。美味しい料理を食べて、うまい飲み物を飲む、生きる上で何よりも重要なことだと思うぞ。ええ、その通りです。私もそれらを楽しむことができたらどれほどいいことか。そうかもしれません。ですが人の時間には限りがあります。あまり寛容でないことに時間を割くことは私にとって心の緩みに過ぎず、当然ながら重要視できません。公の場に出る際は妹が代わりになってくれたり、警視のトーマが火星を処理してくれたりと、私は大変恵まれていますがね。けど今はただ時間を潰してるだけだろ。何もあれこれ考える必要はないと思うけど。そうでもありません。場所を変えて詳しくお話ししましょう。柊木家を出てから一つ気づいたことがあります。些細なことなのですが、婚礼に対する彼らの考えを知りたかったのでさりげなく聞いてみました。するとすぐさま柊木家の刑事は自分たちにとっても喜ばしい出来事であると答えました。しかし実際はその逆です。どういうことだ。柊木慎介様はまだ牢の中、今や勘定奉行はおそらく三奉行の中で最も不安定な存在でしょう。今の柊木家の柱は柊木千里です。しかし彼女は嫁ぐことを選んだ。もし私が柊木家を補佐する一族であれば、きっと将来が不安で仕方ないでしょう。それでも彼らは心配するどころか純粋にお祝い事だと思っています。彼らは皆聡明な方々です。これくらいのことは想定できるはず。おそらく部外者の前で家の内情を話したくなかったのでしょう。しかし彼らの言葉はあまりにも筋が通っていません。よく見張っておいてください、久し。は。
彼は私が最も信頼を置く週末版の一人です。私たちの後をつけ、ずっと密かに守ってくれていました。当主様、当然のことをしたまでです。あそこにいた者たちから目を離さないでください。は、では早速任務へ向かいます。おっと、そうでした。先ほど私が飲んだ牛乳を、トーマにも一本買ってあげてください。かしこまりました。神里様、ヒイラギ様の応対が終わりましたので、中庭でお待ちしております。ご苦労様です。さあ、ヒイラギ千里に会いに行きましょう。神里様の他にもお連れの方がいるとは聞いていましたが、あなたたちだったんですね。ヒイラギ様、お久しぶりです。息災でしたか？おかげさまで平穏な日々を送っております。めったにお会いになれない神里様がまさか屋敷にいらっしゃるとは思いもしませんでした。公務でご多忙かと存じますが、本日は私と岡間氏のため婚姻のお祝いに来てくださったとか。いえ、お気になさらないでください。我々三奉行は皆将軍様のもとで働いているものです。だがその喜びに感化されてか、私まで嬉しくなったほどです。お二人の婚姻に幸があらんことを祈っております。嬉しいお言葉、感謝いたします。簡単に決められるようなことではありませんでしたが、今後はより一層精進してまいります。この一件によって世間には少なからぬ影響を及ぼしてしまうでしょう。ですが二人の未来のためにも共に立ち向かっていくつもりです。里も大変なんだな。はい、正直なところ今も不安は残っています。ただ鎌地さんがいつも励ましてくれるんです。彼が約束してくれたおかげでだいぶ気も楽になりました。どうやらヒイラギ様はいろいろと悩みを抱えていらっしゃるようですね。はい、考えなければならないことがとても多いので。実は先ほどまで応対していた方は重要な客人などではなく、府中の役人である新之丞だったのです。え、あいつだったのか？はい、彼は急に私のところに来るととても大事な話があると言いました。話を聞いてみるとその内容はとても率直なもので、その私に鎌地さんと結婚してほしくないと。普段の彼は物静かなのであのように興奮した姿を見て驚きました。彼は婚姻をするのに今は適していないと言っていました。ただそれを聞いて私も彼の言い分に一理あると思ったのです。もし私が九条家に嫁げば一家の柱がいなくなり、ヒイラギ家の基盤は揺らいでしまいます。その上私自身にも悪い影響が出るでしょう。二つの家族が一つになるだけなんだから別に問題ないんじゃないか？いえ、稲妻の風習において家族とは大きな影響力を持っているのです。婚姻を結べばヒイラギ様は九条家の一員になります。はい、おっしゃる通りです。このようなことを言うのはあまりよろしくありませんが。あ、お客様に愚痴を聞かせるなんて。いいんですよ、そういった類の話を聞くのもシャブ業の務めですから。あなたが抱えている悩みを知った以上、私も相談に乗りお役に立てればと思っております。私たちが九条様から聞いた話によれば、ヒイラギ様の手紙がきっかけとなり婚姻に踏み切ったとのことでした。しかし
あなたはそのような手紙を書いていないという話も聞いています。九条様が言うにはそれはあなたの照れ隠しで本心を言えなかっただけだと。え、それって鎌地さんが求婚の際に使った小細工なのでは。可愛らしく色鮮やかに書かれた丸文字でかなり念入りに用意したもののように見えましたが。おお、可愛い丸文字だったのですか。その手紙がなければお二人は婚姻を結んでいなかったかもしれないということでしょうか。そう言われると確かに、あの手紙は私が思っていたものと違ったのでしょうか。九条様の話によれば手紙はあなたが書いたものだそうです。え、どういうことでしょう。しかしお二人がそのように信頼し合えるのは実に良いこと。そう考えると手紙の由来などさほど重要ではありませんね。照れ隠しをしていたのはきっと九条様の方なのでしょう。何せわざわざ求婚のために小細工をしたなど私たちに認める必要なんてありませんから。そうですね、おっしゃる通り手紙の件は本当に重要ではないのかもしれません。しかし立場のことは違います。もともと私と鎌地さんは共に歩み続けることさえできれば気にすることなど何もないと思っていました。ですがもう少しじっくりと考える必要がありそうです。夫婦になるということは一生に関わる重要な問題です。それから困っている人々を助けるのも社奉行の務めの一つ。先ほどお話しした内容は私自身をあなたと柊木家の立場に置いて考えたものです。愛し合う者同士が一緒になることは決して汚すことのできない刑事。お二人が安心して幸せを迎えられるようお言葉の一つ一つを心に刻んでおきます。神里様、どうお礼を申せばいいのか。ええ、ただご自身の気持ちに素直に従えば問題ありません。では。あ、お見送りします。大丈夫ですよ、お気遣いなく。旅人さん、私は一体どうしたらいいのでしょう。鎌地さん、言えることは全て言いましたよ。社奉行の立場上、他奉行の内情に口を出しすぎるとかえって問題になってしまいますからね。ただ事の真相を探れば探るほど妙な違和感を覚えます。妙？どこが妙なんだ。柊木千里に早く婚姻を結んでほしいと願っている者がいます。私の推測ではおそらく勘定奉行の人間でしょう。考えても見てください。一般の役人ですら柊木千里の状況を心配しています。それなのに柊木家を補佐している人たちにはその様子がない。言葉に一貫性のない者がいたらその人の行動から本心を探る必要があります。天領奉行の高塚酒よりもはるかに優れた実に巧妙な手口です。もし偽造の手紙が効力を発揮しなかったとしても責任を問われる心配はありません。その時は家の誰かが勝手にしたことでおせっかいを焼こうとしただけと説明すればいいのですから。そして
今回のように成功すれば、表向きは二人の仲を取り持っただけであり、誰かが名乗り出る必要もありません。柊千里が九条家に嫁ぎ、柊家の当主が牢屋に入ったままとなれば、勘定奉行の中で柊家に対する不満の声が上がることでしょう。やがて他の一族にその座を奪われることになります。証拠ならあります。新之丞です。新之丞、そろそろ戻ってくるはずですね。は、当主様。うわあ、これで2回目だぞ。お前さっきから何なんだよ。彼らは勘定奉行の衛兵を連れて行きましたね。はい、新之丞という男です。やはりそうですか。首謀者にとって柊家が弱っている今こそ千載一遇の機会となります。本来であれば九条鎌治の説得により柊千里の婚姻は確定的なものとなっていました。しかし新之丞と話したことで彼女に迷いが生じてしまった。でもそれならどうしてオイラたちを疑わないんだ。先ほど我々の会話を終始盗み聞きしている者がいたので、言葉や行動に注意を払っておいたのです。そうだったのか。余計なこと話さなくてよかったぞ。あ、じゃあ手紙のことを話してた時に妙な間があったのもさ、そのはずです。しかしことを企てた者たちはこのようなことで計画をやめるわけにもいきません。彼女は非常に受け身的な立場にあります。他人の言いなりとなり駒として扱われ、天草へその婚姻も権力争いに利用されようとしている。それでも未来で幸せが待っていると思いながら、九条家に嫁げば柊家の娘としての肩書き、勘定奉行における地位、そして一人の人間としての自我をも失うことになります。結婚は罠だったんだな。ただそう簡単にはいかないでしょう。彼らは影に潜み駒を自在に操っている。その上表立ってこの婚姻を阻止すれば確実に悪者扱いされ、世論からも批判を受けるはず。そんな、じゃあどうするんだよ。この事態を思い通り制御するため、彼らも前に出て牙を見せる必要があります。私はその時を待つつもりです。それまでは新之丞の救出を優先しましょう。新之丞の居場所を教えてください。すぐに立ちます。